おはようございます。痛風ってやばかったですよねって今もあれですけど。今はですね、こういう毎朝食後、これですね、ご存知でしょうか。これを服用して医療費発生してます。だいぶ前ですけれども、発症した時がですね、このような状況でしたね。 で、どのような状況で病気になったかはこの通りです。非常にですね、そこの業者がですね、えー、非常といいますかね、自分たちさえ良ければいいと。そういう連中なんですよね。非常に腹が立ちますよね。要するにですね、ストレス病をですね、患っているということですよね。それで、法的にはね、 えー、このようになっています。で、今はこのような状況。ありがとうございました。誠意ある対応をお願いしたいと思います。